こんにちは、リリナナです。今日は久しぶりに湯沢屋さんに行って糸を少しだけなんですけども購入してきたのでご紹介させていただこうかなと思います。お時間ある方はよかったらお付き合いください。まずは浜中さんのエコアンダリアを10玉購入してきました。同じカラーになるんですけども、と今回 40% のクーポンがあったのでそれを使わせていただきました。エコアンダリアって結構お値段が張るので、そういうクーポンがあったり割引している時に私は購入したりしています。で、購入したのはエコアンダリア23番ですね。カラーナンバー23番を購入してきました。で、一応これはレイヨンが 100% で 40g 約 80m、 塩かぎ針が5号から7号、標準ゲージが長編みの場合17目6段となっています。で、エコアンダリアは編みにくいって感じる方もいらっしゃるかなと思うんですけども、私は結構スイスイ編めて好きなんですけど、で、エコアンダリアを使った時がある方はわかるかなと思うんですけども、エコアンダリアは特にロット番号が変わるともう色が全然変わってしまうんですよね。カラーナンバーが同じでもロットが違うだけでこう全然色が変わるので、例えばこうバッグを編んでいて足りないから違うお店で同じ、例えば23番だったら23番を買おうと思ってもロット番号が違うと、あれ別の色を買っちゃったっていうぐらいこう全然色が変わってきてしまうので、大きなものを買うときはなるべくロット番号を揃えて購入するといいかなと思います。なので結構中途半端に残ってしまったとか、こうたくさん買っても一玉だけ余ってしまった、でもロットが違うから大きなバッグは使えないっていうことが結構あります。これも残っているカラーナンバー23番の F なんですけども、こっちは F でこっちは E なので、こう色番は一緒でもロットが違うので全然カラーが変わってきてしまうんですよね。なので一緒には使えないという感じなので、これはこれ単品で別で使ったりするようにしています。なので大きなものを作りたいなとかバッグとか作りたいなという時はロットを揃えて購入するようにしています。で、あとはウォッシャブルコットンという糸を購入しました。これは一袋10玉入っているものを購入したんですけども、いろんなカラーがあって、で単品でも売っていました。私は色番108番というものを購入しました。これはコットンが 50%、 アクリルが 50%、 25g 約 75m、 塩かぎ針が3号から4号、標準ゲージが24目32段となっています。で、太さ的にはセリアさんのエンジェルコットンとそんな変わんないかなと思います。で、色見本みたいなものがあって、でカラー展開が結構あったんですけども、私が行ったお店では結構売り切れが多くて、でたくさん残っているのがこちらだけだったので、カラーナンバー108番を、同じものもう一袋全部で20玉購入してきました。で、何を作るっていうのは決めていないんですけども、今度使っていこうかなと思います。で、あとはパウダーコットンという糸を購入してきました。で、3玉購入するとお安くなるっていう感じだったので、同じカラーを3玉購入してきました。で、湯沢屋さんだと大きなコットン糸ってなるとワンダーコットンとかだと思うんですけども、ワンダーコットンだとかぎ針で編むときにちょっと割れやすいなっていうのが気になって、で長い糸で大きなものを作るときにこう割れやすい糸だとちょっとストレスになったりするんですよね。仕上がりは柔らかくてすごく可愛いんですけども、なのでこれだとこう割れにくそうな一本がしっかりしているので、今回パウダーコットンという糸を買ってみました。これは購入したの初めてだったんですけども、でこれもカラーが何種類かあったんですけども、私が行った時はもうだいぶ在庫も少なくなっていて、こう3玉同じ色が売っているっていうのがあんまりなくて、このカラーとあとグリーン系の糸、
くらいだったかなっていう感じなんですけど、グリーンの糸にするかこっちのブルー系の糸にするか結構悩んで、これから秋になるのでグリーン系もいいなとも思ったんですけども、結局ブルーの糸にしてしまいました。で、これは色番5番ですね。色番5番で、これはコットン 50%、アクリルが 50%、150g 約360メートル。で、塩かぎ針が5号から6号、標準ゲージが20目、26段となっています。で、見た感じだとそこまでもうすっごい細いっていう感じでもなく、で、しっかり寄ってあるので編みやすそうな糸だなということで購入してみました。で、物によってはもしかしたら結構重い感じのコットン糸なので重い感じの仕上がりになっちゃうかなとか、ちょっと固めな感じになっちゃうかなとも思うんですけども、今度使っていきたいなと思います。何を編むかちょっと考えないと、3玉あるので、まあ、1玉だけ使っても色が可愛いので、ちょっと楽しんで編んでいきたいなと思います。で、あとは糸とは違うんですけども、ウッドビーズを購入しました。ウッドビーズシリーズ、これは12ミリのものになります。で、私は結構巾着を作るときにウッドビーズを紐に通すのが好きなので、で、だいぶ在庫もなくなってきたので、こちらを購入してみました。で、今回久々に湯沢屋さんに行って糸を購入してきました。で、だんだんこれから秋冬で毛糸とかも可愛いなと思うんですけども、もう少し夏の糸で楽しみたいなと思います。では、今回は湯沢屋さんでお買い物をしてきたので、少しだけだったんですけど、ご紹介させていただきました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ギリナナでした。